はい、キャプテンヤスのバイブルトークです。今日はエゼキエル書の47章ですね。47章クライマックスに入ってきましたけども、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの門、外門に行かせた。見ると、水は右側から流れ出ていた。その人は手に計り縄を持って、東の方に出て行き、千キュビトを計り、私にその水を渡らせと、それは足首まであった。彼がさらに千キュビトを計り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに千キュビトを計り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに千キュビトを測ると、水かさが増して、渡ることのできない川となった。川を泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った、この水は東の地域に流れていき、アラバに下って海に入る。海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。これ良くなるっていうのは、癒されるっていうような意味もあるそうですね。で、この川が流れていくどこででも、そこに群がる、あらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。ちょっとここで一回聞きますかね。水が神殿の敷居から出て流れていくと。で、それが、どんどんね増えていってという有名なとこですけども、ここあれですね、パルデスでちょっとね、こう連想ちょっとやってみたいと思う。この箇所から聖書の新約旧約ね、全ての箇所でこの漢字、こういう漢字が出てくる箇所っていうのを連想すると、例えば一節のね、水が神殿の敷居から出てくるっていうね、水が、命の水が神殿から流れるっていうと、例えばまあ、有名なところではね、ゼカリヤ書の 14-8、 その日にはエルサレムから命の水が流れてる。その半分は東の海に、残りの半分は西の海に向かい、夏にも冬にもそれは流れるっていうふうに、同じあれですよね、命の水が流れてる。例えばヨエル書の 3-18、 その日には山に甘いブドウ酒が滴り、丘には乳が流れ、ユダの谷川のすべてに水が流れ、泉が主の宮から湧き出て、シティムの渓流を潤す。これも主の宮から泉が、ね、湧き出るって話が出てきます。例えば、詩編の40、いっぱいあるんですけども、詩編の46-4。川がある。その豊かな流れは、神の都を喜ばせる。糸高き方のおられる、その聖なるところをっていうことで、こう、神殿から水、命の水が湧き出るっていう、そういうイメージ、そういうね、予言的なものは聖書の中にいくつも出てきます。で、ここね、言うと、命の水が神殿から、エルサレムの神殿から流れ出ていくっていうところ一つ。で、それがだん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 増えていって、8節。東の地域に流れていって、アラバに下って海に入るんだけど、この海は、死海のことを言ってる。海じゃなくて湖ね。死海っていうのはその塩分が高くて魚とか全然住んでない、ね、でもそこに水がどんどん、命の水が入っていくと、その水が癒される、つまり薄まって水が良くなって、この川が流れていくどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるような、つまり死海は今現在もですね、魚一匹もいない、だから死海っていうんだけども、そこに水が良くなって、そこが命で満たされると、で全てのものが生きるっていう、そういうことですね。で、この9節のここのところ、かな、例えば7もそうですし、川の両岸に非常に多くの木があって、でその水が流れていくと、その木が、ね、命を得るっていうところは、これは例えばこう有名な詩編一章ですね。詩編1回読みましょう。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、
時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える、ね、ここ連想しますよね、木のようだと。例えばエレミヤの 17-8、 その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、実を結ぶことをやめない。これまあ詩編と同じこと言ってますね。ここでは命の水のほとりの、ね、川のほとりの木、木に、ね、重点が置かれている。その命の水から、ね、命を得て、その木が生きる、命が与えられる、そういうイメージ。で、これね、これを、この間から言ってますけど、文字通りに、まずパリダスの P で見ると。本当にそれが起こるってことを、まずそれを最初に見てから。いきなり霊的、あ、これ霊的な話で、実際ミルドが出てくるわけじゃなくて、そこからね、神様の、あの精霊のなんかこう、のが出るじゃなくて、実際に、この世の終わりの時に、だからね、地震が起きるらしいな。地震が起きて、エルサレムはすごい高くなって、地殻変動も起きて、で、その拍子になんかこう、バーンと割れてね、水がドワーンと出るっていうことじゃないかと思うんですけども、でも、文字通りにそのようなことが起こると。エルサレムの神殿から流れた水は文字通り豊かな命を育んで視界がよみがえるってことが世の終わりの時に起こると、ね。ただそれはこのパルデスの P のね、文字通りの部分だけど、霊的な意味も自分はあると思います。両方があると思います。その命の水っていうのが、水が実際に流れるんだけども、それよりももっと大事な神様の命のね、水というのが世界中にこうね、溢れ、そして人々を生かすっていうね、その象徴的なものがあると思います。でここでね、思い出すのがもう一つあって、ヨハネの福音書の7章ですよ。ヨハネの福音書の7章の37から。これ、カリオの祭りの時にイエス様が言った言葉です。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いてるなら、私のものに来て、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。これね、どこで、で、ここだけ言ってね、神殿関係ないじゃんって言うかもしれませんけども、これどこで言ってるかと言いますと、カリオの祭りのクライマックス。で、カリオの祭りのクライマックス、何が起こるかというと、水をですね、汲んできた、シロアムの池かな、池から汲んだ水を、神殿の祭壇に注ぐっていう儀式があって、その時超クライマックスで、みんなすごくね、それをこう、あれですよ、マイムの、あれ水って意味で、マイムマイムの歌のその場面、それは本当にみんながね、そこに、つながりがありますよね。神殿からね、旧約聖書の中には、最後の時に神殿から水が出るっていうから、それを毎年お祭りの時に、違うかもしれないけど、ちゃんとこの辺はユダヤ人に聞いた方がいいけども、でもそこにかけて、その時にイエスが、これ俺だからって言ったんですよね。神殿の、中で。だから怒られちゃったんだけども、でもそれはだから霊的な意味というか、実際に世の終わりにはそれが起こると。で、聖書にはその予言がされていると。さらにそれは霊的な意味というかね、イエス・キリストご自身がその水であるっていうね、そのいろんな、文字通りでもあるし霊的でもあるっていう、そういうものだと思います。で、さらに今度ね、もういつも言ってますけど、これから黙示録に入りますけども、黙示録にも実はこの描写が出てきます。黙示録の22章の1節。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。でもはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る、ね、でそのもはや 夜はないとかね、出てくるんですが、これ世の終わりの時の、ね、千年王国の時の話です。47章戻りますと、その後ね、
場所によっては、まあすごくね視界がよみがえって魚がいっぱい取れるんですけども、しかしその沢と沼、11節、しかしその沢と沼は水が良くならず塩を取るのに使われる。だから塩って大事ですから、塩のための視界ってね、塩を取るところなんだけども、塩の部分は残されますよって。またここでね、細かいそのね、なんかざっくりとした霊的な話だとしたら、ちょっと細かい現実的なことが書いてある。だから実際残るんですよね、塩を取るために。で、川のほとりにはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。同じこと言ってますよね、黙示録と。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。まあその後はね、境界線とか書いてあるんですけども、いろんな部族の十二部族の割り当て地が書いてあるんですけども、だからこの何が言いたいかと言いますと、文字通りの部分と霊的な部分と、やっぱり両方見ながら、どっちだけっていうんじゃなくてね、見ていくとよりこう深いものになってくるんだと思います。そこにね奥義が、隠されているんだと思います。はい、それではまた、ごきげんよう。